はい、皆さん、毎度毎度。はい、ロット巻きね、下手の40層にしようか。スライスが厚い、横幅が広い、力入れすぎ、ロットが太い。なんでさ、うまく巻けないかっつったら、今の言った通りなんだよね。だから全部改善したら、一気にうまくなるんだよ。スライスもあんまりよく書いてね、厚く取らない。で、特に横幅ね、頭は丸いんだから、とにかくロット幅の、85%ぐらい、長さに対してね、10センチの長さだったら85ミリぐらい、横幅はね、そこに留めておくってことだよね。で、釣れていたいってのはもうそもそもね、横幅長く、幅広く取りすぎて、さらに1本持ってきちゃうから血が出るほど痛いんだよ。ウィックと人間の巻き方違うかね、人間巻くときは本当にね、この今言ったやつ全てね、注意してね、短いときはペーパー折って使う。それ全部実践したら、まあ、美容師さんだったらパーマ巻くので苦手な人いなくなるんじゃねえかなと思うんだけどね。これ、知ったかぶりの先輩、一を知って二を知らないような先輩が後輩たちに指導するからこういうことになるんだよね。まあ、こうなってしまうっていうのはさ、美容業をさ、10年ぐらいやった美容師さんが後輩を育てるからこうなっちゃうんじゃないかな。やっぱり美容師ね、20年も30年もやらないと、本当に教えなきゃいけないことっていうのがわからねえような気すんね。自分もそうだったからわかる。いや、今の自分でね、本当に教えなきゃいけないことが伝わってるかどうか、それに、本当に的を得ているかってのもこれ不安だけどね。わかんないけどね。なるべく、ねえ、わかるようにコツを教えて、ねえ、育つのが早くしていきたいんだけどね、皆さんがね。いや、なんだかわかんないね。結局、現場で仕事してね、失敗しないとうまくならないっていうのあるからね。お客さんに言われてね。はい、お疲れ様でした。どうです？おいしい。美味しい？うん。いい好感評じ。だね。なんか、ちょっとわかる、今回自分でもちょっとうまくできたって。わかるよ。だって、おいしいんだもん。うまいよ。いい感じ。うまい。初めてでしょ、本当に。上手にできる初めてね。できた。うん。才能があったね。ハンバーグはちょっとうまくできたかも。上達して。フフフ。